すみません、話変わるんですが、ICT の活用の話なんですが、まあ、1週間ぐらい経ちましたけど、まあ、まだ知られていない方っていうのもかなり多いのかなと思うんですが、今までこう地域活動をしていた方と、またちょっとだいぶ違った層を取り込んでいかないと、なかなか運用うまく回っていかないと思うんですが、その辺の告知について、市長としてのお考えというのは今、朝日新聞で一面使ってやってください。そんなのそんな僕がまたこんなのでタウンミーティングなんかできないんですから、まあ、もう一面ぶち抜きでやってください。まあ、そしたらすぐみんな知ってくれますよ。まあ、ネットのユーザーとだいたいね、告知はねどうなんですかとかね、有権あの市民の方に知られていないんですからって、それは皆さんが伝える役割でしょう。まあ記事は書いたんです。そんなちっちゃい記事でだから、それは言ってるのはな、有権者が知りませんとか市民が知りませんっていうのは、それは皆さんに対する仕事の評価ですよ、それ。ほな予算使ってそんなとこまで全部告知なんかできませんよ。まあ、言いたい、まあ、市長の方で、まあ、ツイッターとかもお持ちですけど、その辺を活用してこうしませんのはないんですか。もうそんなとこまで全部僕が告知なんかありとあらゆることなんかできません。それはもう新聞社の責任です。市民のためになると思うんだったら、それはちゃんと報道してください。